ちは記念すべき第10回ということで本日もここまいりました。クロッシングミュージアムどうもありがとうございます。ロゴマンションの時間です。本日の MC はこの声、私ヒモでございます。そして中村です。ゆかたえるんです。さきむえみです。ゆかたまです。私たちメロン畑発行はい、よろしくお願いします。お願いします。皆さんはね、なんとイタリアでライブをしてきてもう帰ってきたばっかりということでね、本当、おかえりなさい。ただいまです。ばっかりでございます、ね、そういうね、もう本当はね、こと書かないメロンマテキャー午後ですが、なんとね、本日12時に旦那ライガンの MV が公開されたそうで。そうなんですよ。イエーイ。ありがとうございます。6月26日にリリースされるルカタマー55のシングルランナウェイガールのミュージックビデオがメロンバタキャー55の公式 YouTube にて公開されました。皆さん見てくれましたか？見た。でも Twitter でもすごい反応してくれてる人がいてすごい嬉しい、ね、YouTube にコメント反応してくれてる人いたから。あ、やばい、みんな、はい、みんな早い。ありがとうございます。実は僕まだ全部見てないそう、緊張するから、ちょっとみんなからどうだったかでもいろいろ教えてほしいですね。ラーメンだった。はい、もう MV は全員出てるの。そう、そう出てるの。そうなんです。さ、コーラス、うん、その曲自体にもコーラスで参加させてもらったんで、探してほしいです。探してほしい、ここだっていうとこ、これかなみたいなこれは中身だな、ここのコーラスはこのおたけびは木下さんだな。あれだ、ないか、おたけびはないおたけびは全然たまちゃんじゃん。たまは叫んでるから、たまさけびね。あ、叫びはたまさけびある。はい、じゃあ今日はの曲も初披露しちゃいます。やった、はい、ありがとうございますそれではお聴きください。ルカタマ55でランナウェイガール。Thank you.
ツイッターハッシュタグゴーゴーマンションでお悩みや疑問などつぶやいていただきますと、なんと生放送で解決しちゃいます。お待ちしております。ゴーゴーは大文字です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ランナーウェイガールいかがでしたでしょうか。電波、なんか電波になるの初めてですね。やったー、やったね。じゃあちょっと質問が来てるみたいなんで、るんちゃんお願いします。お願いします。はい、へんちゃん TV さん、こんにちは。へんちゃんです。ローグさんをカバーしたきっかけを教えてください。おいい質問ですね。ここについてはちょっとプロデューサーのキーボーさんからいろいろ聞いていきたいなと思います。はい、お願いします。じゃあ、ね、まず、はい、ローグをカバーさせていただいたね、もうきっかけ、僕が好きだったから以上です。僕がね、きっかけ3回言った。僕が16歳の時かな、このね、ロングさんのファーストアルバムが出ましてね、キングコントさんからね、もう本当それが本当すごいアルバムだったんですよ。僕の周りはみんな好きで、もうパンク、ハードコア、ジャンル問わずね、もうログだけはみんな好きで、いろんなジャンルの友達がいて、普段なかなか会えないんですけど、ログのライブに行けばそこにはいるんですね。っていうね、なんかもうみんなの合言葉みたいな時期があって、ちょっとね、本当に今本当にビッグになられてる先輩とかもね、本当若い子ら一緒にローグのライブで遊ばせてもらったりとか、そんな思い出の一曲を、はい、そしてきっかけ2、これを歌ってもらえるのはこの子しかいない、はい、ルカタマさんとの出会いですね。もう僕の35年の悲願がね、この子だということでカバーさせていただきました。あー、イエーイ、ありがとうございます。だからなんとなくそういう話もレコーディング前に聞いていたので、ちょっとあまりレコーディング緊張しない楽しくやるタイプなんですけど、ランナーウェイガールを歌うときはめちゃめちゃ緊張してるしゃやるぞって思って。でもなんかローグさんみたいにメロン畑もなんかみんなのね、楽しいたまり場みたいなライブができたらいいなって今ちょっとお話聞いて思いましたね。いろんな人が集まるところね、はい、ね、ありがとうございます。みんなの歌みんなのライブどうですか、ナイトメアビフォーバンパイアも同時に発売されるんだけど、こっちの方にあのキーボーさんの叫びがいっぱい叫びがたくさん入ってますよ、はい、僕の叫びが、あの、実はですね、まあ、今回僕の叫びがすごくねクローズアップされてるんですけど、こうメロン畑やゴーゴーに関してはね、まだ今ここにいてくれる4人が一人もいなかった時代から僕は叫んでました。なぜならもうメロンで一番レコーディングの全てに叫びで参加してるのは僕だけだと言っても過言ではない。すごい、すごいですね。でもね、そんな下積みがあってナイトメアビフォーバンパイアで僕の叫びがね、こうクローズアップされて、ああ、されたんですね。そうやっと表現されて、こう叫びニストとしてね、もうこの日本世界初の叫びニスト、叫び専門で、いつか記念日ができるといいですね。叫び一つでグラミー、グラミー叫び部門はね、ちょっと僕のために設立せざるを得ない。626は叫び記念日にしました。もういいですね、いいですね、この叫び、いいねと君が言ったから626は叫び記念日、さらさ記念日、ありがとうございます。はい、はい、そんなところで一旦 CM でーす。はーい、アイドルたちのピックアップ、おすすめタイトル満載でブーランを作中です。店頭ライブも連日開
ね、ここでちょっとね、みんなが一番聞きたいこと、今のメロン畑に、みんなが一番聞きたいことはなんだ？なんだなんだ、まあ、イタリアですね、と。うわ、というわけでね、今からちょっとね、皆さんにイタリアの思い出話をね、はい、ちょっと質問形式も野暮なんでね、うん、もうはい、イタリアにまつわるフリートークを4人にしてもらいたいなと思います。はい、イタリア一問一答みたいな。じゃあきっかけは作ろうかね。はい、もうイタリア終わって皆さんどうでした？なんかやったぜって感じ、手応えがあった感じがしますね。達成感がすごい、なんか、うん、あと長距離移動が多分得意になりました。苦手だったけど、もう耐えた。これ耐えれたからもう何でも耐えれそうです。なんか世界中どこでも呼んでもらえればいけますって感じ。いけるいける。危険な国以外。危険な国以外はいけるかな。日本だったら歩いていける。全部離婚派っていうから。地図作ってさ。うん、メロン畑地図で売ればいい。昨日行ったとこ、なんか某バラエティ番組みたいに、うん、あのダーツやってそこ行きますみたいな。そこで遠征しに行きますみたいな。そう、昨日はイタリアから帰ってきて初めての日本でのライブで、うん、1週間くらいいた？もっといた？なんかあかな。めちゃくちゃ日本でのライブが、そうそうそう。ちょうどイタリアでライブ終わって1週間だったのかな、昨日が。だから日本でライブやってからは2週間くらいは行ってる。牛のフェスぶり、牛のが5月6日だと思う。ちょうど2週間くらい。すごい、そんなに空いたってかだよ。なんか目まぐるしかったから、うん、もっとね短い感じがするんだけど、そうそう、うん、だから日本のオタさんたちは多分すごい待っててくれたのかなって、そういう話も聞いたんで。会った時すごい久しぶりみたいな反応するのくれたから嬉しかった。ね、実はね、1週間2週間単位って普通に考えたら久しぶりじゃないんだけど、うん、すごい久しぶりな気持ちがすごい強くて、そんだけね、普段密にライブを行っているんですね。ね、なんかまさから MC、ね、いつもゴーゴーマンション出てくれてる、今日いないんですけど、うん、MC マーさんもコメントくれてて、うん、グラッチしかないって言ってるよ。グラッチしかない。ありがとうございます。それでね、まあ、ちょっと一つ質問なんですけど、向こうからね、やっぱ今回のイタリアは、ちょっとね、メロン畑ゴーゴーとしては、チャンスをいただいたと。うん、もうね、本当にもうキャリア、経歴、全てにおいて先輩格のね、こうすごいリスペクトをすべきアイドルさんたちと、はい、中でね、メロン畑が選ばれていくわけですが、そうですよ、なんとなんとなんと、その中でもメロンさんがとても好評だったという噂はね。本当ですか？そうなんですよ、ハッシュタグ MOD でね、もう全部イタリア語のツイッターなんだけどね、うん、すごいみんな読めましたつぶやいてて、さすがツイッター、はい、よかった。そうですよ、なんかさすがやっぱその異国の地で、嬉しい、そういう、ね、先輩アイドルさんたちとね、こうご一緒させてもらう時の、うん、プレッシャーだったりね、はい、こう跳ねのける決意だったりとか、うん、なんかもしあるなら聞いてみたいななんて。でもそう、初めましてだったんで、ジュジュさんとリリベビーさんはそうライブでご一緒するの初めましてだから、お客さんで見てた側だったから、本当になんか実感ないまま終わっちゃった。ライブ1回だけだったから、確かにびっくりしたまま終わった。でもご飯一緒に食べたから、なんか勝手にちょっとだけ親近感が湧いてた。仲良しだよ、仲良し、気持ちは仲良し、気持ちは仲良し。だってレイディベビーさんご飯よそってくれたもん。それはもう、レディーベイビーさんどこまでも売れてもらってね、紅白出たぐらいの時に、私ご飯をよそってもらったと。あの時、パスタよそってもらったら、いい思い出だなって。1枚のピザを分け合ってもらいましたって言って。ね、ジュルさんもすごいね、仲良くしてくださって。そう、ジュルさんめちゃくちゃ優しい。みんなすごい優しいし、かわいいし、なぜかメンバーが一人ずつ写真を撮りに行って、ちょうど物販コーナーがお隣で、物販始まって
まる前に、うん、あの私たちががっついていたっていう、そうオタクのレベルだった感じに、そう海外だとそういうがっつきもできるんですよ。なんか心がなんか待ち時間の間にこっそりできるんです。今カモちゃんがなんかねすごい生き生きしててよかった。私のそうなの伝わってる。この5倍ぐらいユニーが通訳してくれた。そうお母さんが通訳さ、これ英語でなんて言うのってちょっと待ってね。脳みそでちょっと計算してから喋る。お茶だけの人はもうイエーイで、もうそうガヤ芸人もうイエーイイエーイイエーイ。そんな中、本当ライブは本当に良かったんじゃないですか。そうだですね。ね、なんか、はい、ちょうどその牛脳フェスでガーッとなんかメロン盛り上がって、そのなんだろう流れをいい意味でこう引きずりながらボローニャに行って、で会場の作りもなんかメロンに合ってた気が。合ってた、良かったラッキー。おとなしくしないメロンに合ってた。縦横無尽してきましたね。なんか壊しても、まあ、分からないからってとこで、だから何してもいいなと思って。分かんない。だから4階席ぐらいまで走っていったかもしれない。あれ4階だよね。そうだ、今夜のアイドルでずっと会場回ったのが楽しかった。4階あるんだよね。そう、段が4段あって、ね、4階席がフードコートみたいになってて、うん、そこでねゆっくりしてるお客さんが持ち込んでる。みんなメロンのライブ始まるのに少し前なんかラーメンタイムがあってみんな食べててライブに来ない。そう怖かったけど SE 流したらみんな降りてきてよかったよかった。ラーメン、あのね、イタリアではね、はい、そのフランスとかとはまた違った文化でね、日本のアニメがすごく人気があってですね、特に永井豪さんの作品がね、すっごく本当国民的に、もうイタリアでグレン・ダイザーといえば、もう日本でいうとこの何でしょう、マジンガー Z ぐらいたまかんないんですけど、すごいすごいわけですよ。そう国民的アニメの永井豪、コンテスチーグ、もうグレンダイザー。そうするとね、メロンのね、やっぱインフォーサウンド、いろんなものにちょっと少し親和性は高いんじゃないかと僕は思ってて。なるほど。そんなの今回のね、ツアーはそのいい曲調歌を聴くたんびにやっぱりなと、やったねとね、ちょっとまあ本当に皆さんおめでとうございます。本当にやったー、ありがとうございます。ありがとうございます。だから、4月下旬にソロでイギリス行った時も、来月もイタリアで会おうねってすごい言われてたんですけど、結構10人以上の方が来月のライブも楽しみにしてるからって言ってくださってて、で実際ね本当にいるみたいな。そうイギリスに来てたお客さんがイタリアにも来てて、みんな軽フットワークがめちゃめちゃ軽いなと。じゃあもうイタリアの下地はねイギリスでイギリスが作っていたと。ファーストアベンジャーもうで、そういうね、アベンジャーすでにメロンのこともちゃんと知ってくださってた上で、はい、来月会おうぜみたいな感じだったの。嬉しいよね。嬉しいですね、本当に。嬉しい。で今後本当ね、国内外問わずね、まあ本当この4人でね活躍していけたらと心から願っております、ね。日本の中でももっといろんなとこ行きたい。行きたい。そうだね。まだ言ってない。どこ行きたいですか、ちなみに。北海道。北海道いいとこですね。沖縄。沖縄。上の方だよ。いや、なるほど。北海道はね。島国がいい。島国。北海道よく何度も行ったの。いつもね使ってるライブハウスのね、お向かいにラーメン屋があって、とにかく美味しい。夜中までやってるの。もうね、でライブを北海道ライブつかってあそこ行こうぜってなって毎回行くんだけど、それがね実は山岡屋という全国チェーンだというのを僕一人が知って僕は北海道行かなきゃ食べれないラーメンだと思ってて、行くために行くために行くと、そうなんでみんな僕がそのノリノリなのか分かってなかったみたいで、僕はそこにしかないと思ってた。北の全国にやってくるから、しかも本店川崎だって。めちゃめちゃ近所。北海道の思い出。
でも行きたいですね。行きましょうよ、今度行きましょう。はい、もうね、このラジオを聞いてくださってるね、北海道のイベンターさん、ライブハウスさん、ね、あの DM ください。DM ください。お待ちしてます。はがきでもいいです。はがき職人。はがきにね、なんかね、海外ばっかり行って寂しいって言われないように、国内でも本当にいろんなところに行きたいですね。待っててください。待っててください。はい、じゃあちょっとそろそろ時間も近づいてきたので、タマの方から一つ告知をさせていただいてもよろしいですか。はい、6月17日の月曜日に、私ルカタマの生誕祭を吉祥寺クラブシータさんで行うことになりました。はい、ありがとうございます。はい、題して東京タマホームシアター、ハッシュタグはローマ字大文字で TTT です。 TTT、はい、で、の出演者さん出演者さんも決まってきたんですけれども、その中に、ユナチホシちゃんにも出演していただきまして、はい、今日はちょっとエンディングで、はい、そうなの、7月に登るとかさんのアイドルさんで、そのルナチホシさんから今日はエンディングに、渋谷ストリートジャーナル、そしてメロン畑屋55からアイドルフロムアナザープラネット2曲をちょっとお聴きいただこうと思っております。やったー、はい、ね、ちょっと、うん、はい、そうですね、僕はね、すいません、ちょっとこう、宗教とかはね、やってないのですがね、やっぱクリスマス、キリストの誕生日にね、みんな好きな人にプレゼントを渡すっていうのはね、本当にいい習慣だと思って、やるならば、このね、617、僕が来てくれた皆さんにプレゼントをね、あげたいなーなんて。おー、何はい、いやいや、もうそれはもう僕の中でもキリスト様より大事なタマちゃんの誕生日なんでね、はい、何それ、キリシタサンタや何かするかもしれません。楽しみにしててください。ありがとう。はい、はい、で、そう、このルナッチホシさんの、渋谷ストリートジャーナル、略して SSJ なんですけど、これはキャッチさんという方が作られた曲で、すごく渋谷系の雰囲気のある曲で、私は渋谷系がすごく大好きなんですけど、イントロにちょっと注目して聴いていただきたくて、最初冒頭からもピチカート5さんのベイビーポータブルロックのイントロをすごくオマージュしているので、なんか聴いたら渋谷系好きな人は気づくやつで、渋谷なんか MV も渋谷をなんか駆け抜けてる映像なんてすごい楽しい。聴いてみてください。見てみてください。そうですよ、ランナウェイガールも見てください。はい、それではね、東京キバスタジオにお送りしてきました、クロッシングミュージックメロン畑屋5号のゴーゴーマション、次回の放送は6月2日になります。次回はね、ゲストにネムレスさんがまた来てくださいます。はい、それではツイッターをハッシュタグゴーゴーマッションで募集してますのでね、ゴーゴーはお持ちです。次回は渋谷マサさん、エンディング曲はナッチホシさん、渋谷ストリートジャーナル、そしてネロマタキアゴーゴーでアイドルフロムアナザープラネット2曲続けてお聴きください。それでは私、キボとメロマタキアゴーゴーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また次回。